クロリア・トレビはメキシコの女性歌手。メキシコが衆国のヌエボレオン州モンテレーに生まれ、12歳でメキシコシティに移り、そこで後のマネージャーとなるセルフィオアンドラーデと出会う。1985年、ボキータス・ピーントダスという名の歌手グループの一員となり、1988年にグループが解散した後、1989年に21歳でソロデビューした。 2000年にマネージャーのアンドラーデと共に未成年者に対する監禁、虐待容疑により、ブラジルのリオデジャネイロで逮捕され、2001年にブラジルの刑務所内で妊娠していることが発覚する。胎児の父親は DNA 鑑定の結果アンドラーデであると判明した。男女を出産後、2004年には証拠不十分で釈放され、4年8ヶ月の服役を終える。 2009年に弁護士のアルマンド・ゴメスと結婚し、現在はアメリカ合衆国テキサス州マッカレンに暮らしている。AB、グロリアトレビパギナオフィシャル、メキシコズ・マドンナ・フリーアット、ラスト・イン・クライマックス・ツー・リアル、ライフ・ソープ、ハット・メキシコズ・マドンナ・フリーアット、ラスト・イン・クライマックス・ツー・リアル、ライフ・ソープ、ハット・メキシカン・ポップ・ディーバグロリアトレビ・マリス・アトーニー。ありがとうございます。